この先にある爆発物処理室に相田絵里さんがいます。相田絵里さんですね。はい。じゃあ絵里ちゃん、爆弾を取らせてもらっていいかな。絵里はたくさんの人に応援してもらってる。できれば絵里の方変わってあげたいなって。絵里絵里コンビで頑張ってます。知ってます知ってます。超ブログ見てますよ。ブログに届くコメントに励まされて元気になれる。彼女の人気は急上昇した。そして爆弾アイドルと呼ばれるようになった。しっかりしなきゃって思うんですよね。負けたくないし。相田絵里を警察から連れ出せ。できなければ不幸な女の子が増える。ここから出よう。これ以上犠牲者を出したくないだろう。頑張れるかな。ブロマイド1000枚に直筆サイン。今日は東京観光だ。もう嫌です。頑張ろうよ。10時間で10カ所か。あと残りヘリで回る。いよいよ金要求してきやがったか。場所はどこだ。犯人は一体何をさせようとしてるんですか。この状況とか、これから重要になるために負けちゃいけないと思うんです。エリたちを解